小田場高彦は日本の政治家、元東京都小金井市長、元小金井市議会議員、出生時の生命は伏せ高彦、満州国母丹交渉生まれ、第二次世界大戦終戦後に日本へ引き上げ、その後は千葉県銚子市に居住、満鉄水噴火域の助役であった父と終戦間際に行き別れになった。 その後小学校入学前に母は再婚したが戸籍が抜かれなかったため、養子縁組を行うまで生命は伏せ高彦であった。長子市立長子高等学校、日本大学法学部法律学科卒業。石油販売会社員を経て、1973年から小金井市に居住。1985年、小金井市議会議員選挙に出馬して初当選し、 以後、1999年まで市議を4期務める。1999年、4期目の任期途中で、小金井市議を辞職。小金井市長選挙に、自民党、公明党、自由党推薦で出馬し、当選した。2003年自民党、公明党推薦で再選。翌2004年に、武蔵小金井駅南口再開発事業に関して、市民の民意を問うために、 市長を辞職し、出直し選挙に自民党、公明党推薦で出馬して参戦。2007年に2枚罰焼却場が廃止された後は、周辺の自治体へのゴミの焼却処分の委託を決定。2011年4月の市長選に5選を目指し、自民党、公明党推薦で出馬したが落選。佐藤和夫に市長の座を譲った。しかし、 選挙戦中にかつて稲葉が決定したゴミの焼却処分の周辺自治体への委託を佐藤が批判したため、周辺自治体がゴミの受け入れを拒否。佐藤は選挙戦中の発言を撤回し謝罪するも、事態の収集がつかなかったため、就任からわずか約7ヶ月で、佐藤は市長を辞職した。佐藤の辞職により実施された2011年12月18日の、 市長選に稲葉は、再度立候補し、自民党、公明党の推薦に加え民主党、社民党や周辺8市長の現職市長の応援を受け、新人参考法を破り帰り咲きを果たした。2014年9月、それまで地主よりリ,リースしていた、市役所の自家による買い取りをその経済的効果を根拠に議会に提案。2015年12月の市長選には、不出は、 全小金石儀の井原嵐強行を支援したが、井原嵐は落選した。2016年11月、朝日中受賞を受賞。2019年12月の市長選では、全小金石儀の河野律子に推薦状を出したが、河野も落選した。ありがとうございます。